でまずこの熊野古道、まあ、熊野三座ありますが、はいはい、もう信仰がいつ頃から始まったのかっていうのは分かってるんですか。そうですね、これもやはりもう平安初期から中期あたりですね、うんうん、まあ、10世紀ぐらいですね、それぐらいから、まあ、熊野信仰始まって、うん、その時にもうすでに仏教と神道と山岳信仰というのがもう絡んで、うん、まあ、もちろん土着の、ね、信仰っていうのもあったでしょうね、うんうん、今年、まあ、新しい言語令和というのが非常に話題になりまして、はいはいはい、まあ、その令和は万葉集から取られたっていうのが話題になりましたよね。で熊野の歌も万葉集にあると伺ったんですが、うん、これ熊野古道と関係あるんですかね。そうですね、うん、まあ、熊野古道といいますか、うん、熊野に旅をした参詣に来た、うん、巡礼に来た歌人が、まあ、歌った歌っていうのは、うんうんうん、ですね、4つほどあるでございます。じゃあ彼らも、まあ、当時は古道とは呼んでなかったと思いますけども、うんうん、今の熊野古道を歩いていた、うん、歩いているんですね。じゃあこの熊野古道から見えた風景を歌っている。そうですね、風景をやはり歌われてらっしゃいますよね。はい、いや、万葉集というと日本でも本当に最古の部類に入る歌だと思いますので、はい、ご興味のある方はぜひ熊野古道万葉集でインターネット検索していただければと思います。はい、私ずっと不思議だったのが、はい、熊野古道って3つの目的地がありますよね。でなんで目的地が3つあるのかな、なんでゴールが1つじゃないのかなと思うんですが、うん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 、そのあたりの理由っていうのは何なんでしょう。そうですね、これね、3つが1つなんですね。はあ、はい、なるほど。まあ、熊野三山ってよく聞くと思うんですけれども、この熊野三山、これは熊野の3つの神社と、まあ、見ていただければいいんですけど、うんうん、まあ、今日本でもう全国約4600ぐらいかな、はい、熊野神社があるんですね。でその総本山がこの熊野三山、三つの神社になっていくということになりますので、まあ、三つお参りして一つというふうにお考えいただくといいかな。なるほど、はい、まあ、おむすびみたいなもんですね、この三角があって、ね、三つで一つなんだと、一つ角もと取れてもいけないと。この熊野三山の中でどこが一番最初にとかっていうのは、これはなんか決まってるんですか。うん、それもよく聞かれますけども、うん、まあ、特に順番は、ね、ないんですけども、ないんですけど、やはり当時、まあ、いわゆる上皇さんたちが歩き出した頃というのは、うん、まずは本宮を目指し、うん、で本宮へ行って、まあ、川を下って、新宮の早田、うん、でそこからまた今度那智です、那智大社の方に行かれる。で、あとはまた本宮を通って帰っていくと、まあ、順序といえば、まあ、順序ですけど、まあ、今はそんな順序はなく、こだわりなく歩いていただければと思います、ね。なるほど、はい、その歴代の天皇さんたちがこうずらっとこう来てたということなんですが、うん、まずこの歴代の天皇さんはどういった目的でこの熊野詣をされてたんですか。はい、そうですね、うん、まず、まあ、天皇は実は天皇さんというのはいらっしゃってないんですね。はあ、はあ、なるほど。天皇さんがお参りに行くのはもう伊勢神宮なので、熊野古道、この熊野三山に天皇さんはいらっしゃってない。いわゆる天皇という、まあ、職位を退位された後、上皇さんという立場になって、うんうん、はい、皆様いらっしゃっております。で、まあ、何でしょうね、こう、うん、まあ、行列は多分なしだと思います。上皇さんに対してですね、うん、まあ、そこに取り巻く名産ですとか、うん、あとは、まあ、家来、女官とか、うん、まあ、いわゆる腰をこう持ってらっしゃる方とか、まあ、いろんな方も連れて歩きますので、うん、まあ、どうでしょうね、総勢に300名ぐらいですね。はい、そういう方々が京都から、京都のね、都からずっとこう、まあ、どう考えても行列してるんでしょうね。まあ、これが蟻の熊の詣なんて言われるようなね、蟻のこうね、蟻の行列がね、できてるようにも言われてるようなのが、まあ、そういうふうに言われてると思うんですけどね。当時この辺りに普通に住んでた人たちはびっくりしたでしょうね。びっくりしたでしょうし、大変だったと思いますね。やっぱりいわゆるおもてなしというか、食事のお世話なんてもやっぱりそれぞれしないといけないような場所もあったでしょうからね。うん、でその2、300人も連れてくると、やもちろんですね、この来るのには大変な、なんていうか、コストがかかるというか、で熊野詣でただお参りするだけだったのかなっていうのがちょっと疑問にあるんですが、ただお参りするだけだったと思います、うん、その頃が平安の頃は。
はい、ただまあその先ほど申しましたこのなんとか王子なんとかっていうのを書くところにあるんですけど、うんうんうん、まあ、そういったところでちょっとまあ休憩もされてたようでございます、うんうんうん、ちょっとまあおかぐらをしたりと相撲を取ったりとか、うんうんうん、まあちょっとこう踊りですね、うんうん、いろんな舞を踊ってみたり宴会してみたりというような感じで、まあそういった意味では先ほど申し上げた王子社はそういう場所でもあったというふうになってますね。ただ完全にもうお参りだけです、うんうんうん、なのでお参りしたらまあそのまままた来た道を帰っていくというのが常ですね。ということはその天皇さんがその伊勢神宮の方で天照大神の方にお参りに行き、はい、上皇さんがイザナミ、イザナギ、スサノをはじめ非常に多くの神様と、ね、まあ、ちょっとご挨拶に来るというか、うん、いやーなるほど。でいわゆる庶民の方々がこの熊野古道歩きを楽しむようになったのはいつ頃からなんですか？それはですね、やはり江戸に入ってからというふうに言われてますね。まあ、あの上皇さんから始まりまして、から武士、そして庶民へと、まあ、熊野古道もこう移っていくのもね、まあ、江戸時代っていうのは、まあ、そういう意味では庶民があの非常に多く歩いた歴史がまあございますね。やっぱり当時の方々は結構どうなんでしょう、私たちと変わらずその観光っていう感覚もあったんでしょうか、うん、そうですそうです、うん、まあ、平安の頃はもういわゆる直線です、うん、もう行って帰るだけという感じだったんですけれども、うん、やはりまあ江戸になりましてですね、うん、こう道の整備がされたりとか、うん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 、あとまあいわゆる旅籠ですね、こうその宿場町というか、そういったものがちゃんと整備されるようになって、うんうん、まあ、一人旅の方とか、うん、あとまあ女性たちとか子供たちだけ、まあ、女性子供なんかもまあ多く入ってくるようなことでございまして、まあ、いわゆる直線の旅からこう周遊の旅へとですね、なるほど、まあ、変わっていった。なので熊野三山を見て今度は伊勢神宮にちょっと行ってみようか、うん、西国33巻の前にしようかな、うんうん、まあ、そういうような旅が出てきたようでございますね。だからもう紀伊半島たっぷりコースみたいな、うん、そうですそうです、そういうような感じで考えていただくと分かりやすいかなと思いますね。それはなんか今の私たちよりもなんかたっぷり楽しんでる感じがしますね、うんうんうん、結構行って帰ってではなくて、ね、ゆったりとこう、あ、しかも当時はもちろん歩きなわけですよね、はい、上皇たちの熊野詣から、まあ、庶民たちが熊野古道を歩くというところまでちょっといろいろとお話を伺わせていただきました、うん、次回はですねこの熊野古道についてもうちょっとこの細かなところまで聞いていきたいと思います、うん。